ントランスオブザフォレストのおしゃべりオブザフォレスト。いやなかなかあったかならんね。そうやな、気温も上がったり下がったりで、もう風邪ひくわ。もうこんなの雨やるですな。お疲れ様でございます。お疲れ様でございます。エントランスオブザフォレストでございます。阿部でございます。高木でございます。今回ご紹介するエフェクターはですね、こちら、ターハムエレクトロニクスのクレイジーホースでございます。イエイ。一応ですね、メーカー的には世界で一番使いやすいディストーションファズだって言うてるんですけど、もうどこにディストーションの要素があるんかなっていうぐらいファズです。はい。まあ俺もちょっと感じる。あ、マジで。でもこれでね、もうすごい優秀なんが、まずこう、AC 駆動するっていう。そうそうそう。そう、これがね、もうポイントですね。ペダルボードがいるときに、もうこれが歩かないかで。うん、まあ今のご時世で大体ついてきてる、まずでも、ね。当時はね、なかなかなかったんですよね。うん、まずで。で、はい。で、あともう一個ポイントとしては、これ旧筐体なんですけど、今の筐体は、いわゆる MXR サイズで、両側にちゃんとジャックがあって、うん、で、もうちっちゃくてね、つまみキュッと寄ってて、つまみの数は多分5つで一緒なんですけど、このオリジナルっていうか、まあ最初の筐体が、インアウトここについてるんですよね。使いにくい。でもね、今の筐体なんか緑やったり紫やったりして、今なんかティミみたいなのがあってるんですよ。紫と黒のなんかまだらみたいになってて。はいはいはい、で、まあ別に、いいんですよ。別に、まあ、そんなもんかやったら買い替えたらええやんけって言われるんだけど、でもなんかね、この見た目が好きなんで、仲いいよな。そうなんですよね。うん、で、これもともと安倍さんのなんですけど、僕はずーっとお借りしてる、うちにずっとね、出稼ぎに来てらっしゃるファズでございまして、僕はそういう好きで気に入ってて、で、まあ、借り物やし、他なんかないかな、ファズと思ってね、なんやかんや試すんですけど、結局ね、これったクレジホースでいいかな、みたいなところになってしまうぐらい、守備範囲が広くて、優秀で、かつですね、なんかこう、ポップスとかにも、サクッと落とし込めるだけのこう、レンジ感を持って、素敵なファズでございます。はい。で、またボタン系をですね、紹介していきますと。左から、ドライブ、ファズ、トーン、ボルト、ボルツってなるでしょ。これまた後でご説明します。あと、レベルですね。まあ、言うたら、2ゲイン、1ボリューム、1トーンに、この、ボルツと書いてある、これなんですけど、これがですね、いわゆるファズの、肝でございます、うん。ブチブチ感を演出するというか、これこっちに回していくと多分ね、多分ですよ、僕説明したようなことないんで、電圧減っていくイメージ。そうそう、多分電池の多分残量みたいな。残量は多分これで得るんで、この辺行くとね、もうブチ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 打てるんですよ。正直ポップスでは使い物になりません。うん、でこの辺ぐらいから、割となんか、オールドファズ感が出てきて、うん、まあこの辺ぐらいまでだったらね、ほんまにもう今っぽいファズ。まあ、でここまで一定っていうのを多分本人はディストーションファーズだって言ってるんかもしれないんですけど、僕はでもこれフル全然使うことほとんどないんで、この辺でいつも使ってます。はい。まあ簡単にドライブファーズで、ここのねドライブファーズって書いてるんですけど、これでこうしてこうしたからってファーズだけになるとか、これこうしてこうしたからディストーションみたいになるっていうのは全くないです。なんか好きな感じでこれのバランスとっておくんなまし的な、2ゲイン1ボリューム1トーンワンボルツ、ワンボルツっていう言い方がこれね、ちょっとまあちょっと音を聞いてみましょうかね。はい。で、ストラトですね。ストラトで、これはクリーンこんな感じですね。はい、で今フロントで弾いております。で、ちょっと全部順にしとこうかな。でゲインレベルだけ上げていきます。はい、ポチ。はい。弾いてます。感じですね。すでにええ感じなんですが、こっからですね、例えばちょっとリアにしてもらっていい？はい。で弾いてもらって、これちょっとボルトを下げるとちょっと巻き弦をバチバチっと。これですね。これがこいつの仕事をするとこです。はい。で、もう一回、これを上げていくと。で、これ下げていくと。
彼のお仕事するとこですね。わかりますかね、このブチブチいう感じ。これをまあ擬似的に、擬似的にじゃないな、演出、まあ、電圧下げて多分やってるんでしょうけど、をまあやれちゃうと。であとはまあトーンですね。でこのドライブをちょっと分かりにくいんで、やっていきますとですね、ちょっとまずこっちのドライブだけ弾いといてもらっていい。でこのファズ、はい、どうぞ。でここにですね、さらにこうぶまあお分かりだと思うんですけど、ブチブチの要素がここに潜んでるわけですね。だこいつと、まあ、こいつはもうブチブチオンリーつまみで、これを上げていくとにわかにブチブチ言い出す。でだからここ例えばスッキリ使いたいなと思ったら、このボルトをこうグイグイと上げてですね、こうドライブを上げ目 でファズ下げ目、はいどうぞ。でこういう使い方をすると、まあディストーションに聞こえなくはないっていうぐらいですけど、まあ僕の耳には残念なことにファズにしか聞こえないというので、でこれを逆転させますとですね、ドライブをグイグイと下げて、ファズ、ゴー、はいどうぞ。これ単体の方がね、原因量が少ないんかな、ファズつまみの方が。なんでこれを上げていって、まあこれでええ感じのところでブチブチ感を決め込んだら、原因が足りなければこっちを上げていくと。でまあ最終的にマスターをまあ触ると。でまあリアだったらトーン12時で全然いけるんで、まあフロントとかで、あ、一回ちょっとフロントを鳴らしてもらっていい？あとね、これぐらいまでトーンつけば全然抜けてくる音できるんです。でまあお聞きいただいて、まあお分かりの通りですね、非常に使いやすいというか、あのなんかもう大体思い描いてるところの音を出せるぞっていうぐらいで優秀なんですね。はい、ただあんまり持ってる人見たことはないですね、僕は。はい、圧倒的にユーザー数の少ない日本では。はい、でそもそもこのダーハムエレクトロニクスって、あのセックスドライブっていうね、オーバードライブが有名で、あのねチャーリー・セクストンっていう、うん、あの白人のブルースマンのボブ・ディランとかで、ね、そうそうのツアーで弾いたりとか、あとあのクラプトンバンドとかのサイドギターでおなじみの、あのドイル・ブラムホールセカンド、あのうちのですね安倍さんが大好きなドイルと2人でバンドをやってるね、あの、うん、アークエンジェルスっていうので、うん、金髪の方、あの2人ともリードボーカルで、2人ともリードギターっていう、ね、バンドをやってて、でそこのチャーリー・セクストンのセックスドライブっていうのが、なんかほんまに前からまあちっちゃいサイズなんですけど、エメクサルサイズのやつで、オーバードライブがすごい有名で、でまあこの次にまあこれが有名なんちゃうかなと僕は思うんですけど、あとはジアドライブとか、うんうん、まあ割とね、あのマニアックなメーカーですこれも。はい、じゃあ今回もですね、またあのおけなかで聴いていただきたいと思います。どうぞ。
というわけでいかがだったでしょうか。守備範囲広いっす。うん。はい。全盛期の新庄ぐらい広い。カメシンフィーバー。カメシンフィーバーですね。で、92年のあの阪神暗黒時代、そんなことどうでもいいんですけども。まあ、さっきも言ったんですけど、このレベルに対してファズドライブっていうつまみで、まあ、あの好きな感じの歪みに持っていけて、でボルトつまみでですね、電圧を落としていってこうブチブチも言わして、でかつトーンでまあフロントだったりイヤーだったりにアジャストできたりするっていうね、うん、本当に使いやすいファズです。で全然あの生産完了とかしてなくて、なんと今買えばね、あのちっちゃい方の筐体で、あの両脇からちゃんとジャックさせてものすごいボードにコンパクトに収める、こんなね、あのここから2コマと3で済むんでね、うん、あのいいと思います。なんかちょっとこの値段調べたら、なんか新品で4万ちょいぐらいしてるんですけど、なんかもうちょっと安かったような気もするんですよね、うん、まあ、今はでもそれぐらいしてるみたいです。まあ、中古だと2万ぐらいとかで、まあ、売却済みになったんですけど1個ありましたね、はい、というわけでですね、今回は、ダーハムエレクトロニクスのクレイジーホースご紹介しました。その名に恥じぬクレイジーな、うん、ホースの暴れ馬が出ておりますんで、ぜひ一度試してみてください、うん、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。エントランスオブザフォレストでした。バイバーイ。